応援企画夏の夢の始まりにパラパワーリフティングを知ろうということで、朝霞市在住で東京2020パラリンピック出場を目指す石原正治選手をお呼びしました。パラパワーリフティングの石原です。どんなスポーツですか？はい、スポーツセンターにある、スポーツセンタートレーニングルームにあるこのベンチプレスですね、を使った競技になります。使うのはどこの筋肉ですか？はい、3つの筋肉使います。1つは大胸筋、1つは三頭筋、1つは三角筋の前を使います。ルールを教えてください。はい、ベンチプレスというと上げて下げてという競技思われがちなんですが、パラパワーリフティングは上げて静止、止めて、下げて止めて静止、上げて静止、ここまでが一つの試技になります。では実際の試合を見てみましょう。男子97キロ級石原正治選手、重量は149キロです。はい、今名前を呼ばれたところから2分間のタイマーがスタートします。慎重に重量を選んできております。147キロへの挑戦。一応これ149キロですね。これは自己新記録への挑戦でもあります。パラパワーリフティングのこの台は足を伸ばして、固定をしてから使う形になります。呼吸を大きくして、速くしていって、脈拍を上げていくところですね。1分です。からスタートの声がかかってから3秒が勝負です。一番上が赤だったので真ん中の審判ですねが赤をつけたということですね。競技についてよく分かりました。ありがとうございます。パラアスリートの日常ということで、石原正治選手にご自宅のトレーニングルームを紹介していただきましょう。はい、まずベンチプレスですね。ベンチプレスのバーはこれ公式のバーになっています。で、下にはですねダンベルがありまして、これは、大胸筋を養うためにですね、ダンベルベンチをやるために使っています。で、向こうにはですね、トライセップエクステンションといって、三頭筋を養うときに使うための器具があります。で、これですね。これがですね、インクライン、大胸筋の上部とかですね、三角筋の前とかを養うときに使うベンチ台になります。で、こっちにはその時に使うダンベルがあります。で、一番奥にあるのが、ラットプルとかですね、あとディップスっていうのをやるために、揃えた器具があります。ざっとこんな感じですね。では実際にどうやって使っているか見せてもらえますか？
はい、今のトレーニングはローイングといって引く動作のトレーニングになります。で、狙っている筋肉は大円筋といってここの裏にある筋肉ですねを使っているトレーニングです。ありがとうございました。石原さん、僕と勝負してください。それではルールの説明をします。重さ45キロのバーベルを20秒間で何回持ち上げられるか競う対決です。よし、頑張るぞ頑張るぞ。それでは挑戦者からチャレンジどうぞ。それでは結果発表します。挑戦者7回石原さん20回、石原さんの勝利です。いやー、はー、負けたー。やっぱりすごいですね石原さん。全然そんなことない全然そんなことない。ただトレーニングは続けないと筋肉が落ちちゃうからね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ります。大会に出場されるとき、必ず行っているルーティンはありますか？はい、そうですね。僕はルーティンを作らないようにしています。なぜかというと、ルーティンができなかったときに、それが元で失敗したんだっていう原因を作りたくないからです。自己新記録を出したときなど、自分へのご褒美はありますか？はい、大会に向けてですね、僕はアルコール好きなんですけども、アルコールを抜いてきているので、大会が終わったら自分へのご褒美としてお酒をぐるっとたくさん飲めるようにしちゃっています。東京2020大会が1年延期となりましたが、延期の発表があった時どんな気持ちでしたか？はい、正直嬉しかったです。なぜならばもう1年間準備する時間がもらえたっていう気持ちになったからです。今はどう思っていますか？今はですね、もう少し時間が欲しいって欲が出ちゃってます。学校教育などで講師をされる機会も多いと思いますが、どのようなことを子どもたちに伝えたいと思っていますか？はい、僕講師で行くときはですね、必ず子どもたちに目標を持つことを話しています。目標を持って何かに取り組むということはとても素敵なことだし、周りを巻き込んでいろいろなことができるようになる、そんな一歩だと思うので、いつも目標を持つことを子どもたちに話をしています。今日は本当にありがとうございました。東京2020大会に向けて朝霞市民へメッセージをお願いします。はい、まだ選手として選ばれるまでだいぶ険しい道が残っています。これからもトレーニング頑張っていこうと思います。目指して東京パラリンピック出られるようにしたいと思います。応援よろしくお願いします。
朝霞でギュッと。ありがとうございました。